今回紹介する作品はリンダリンダリンダです。この作品は山下敦弘監督、山下敦弘、宮下和歌子、向井康介脚本、ペ・ドゥナ主演、2005年に公開された映画です。この映画に出会ったきっかけはブルーハーツが当時好きになり始めた頃で、いろんな曲を聴いてたんですけども、その中でタイトルにリンダリンダリンダとついてたので、なんかブルーハーツに関係する映画なのかなと思って見てみたのがきっかけでした。で、見てみたらすごく胸がなんだろう、ゾワゾワワクワクする映画で、未だによく見る映画です。で、なんか青春っていうのをなんか思い返した時に、自分の中でなんか青春っぽいことってあったのかなって思ったりもするんですけれども、やっぱり中学高校時代のちょっといろんな初めてのことが増え始める時期、まあ、初恋だったりもするし、いろんなちょっとこう仲のいい友達と喧嘩を、ちょっと大人っぽくなってくる喧嘩をしてみたりとかっていう部分、なんかやっぱり気持ちが大きく動いたりするのが青春の時期なのかな、特に青春っぽいなって思う時期なのかなって思ったりもするんですが、特にこの作品の舞台はそういう人たちなんですね。で、この映画の中でとっても好きなセリフが、まさにこのセリフだなと思ったシーンがあって、主人公たちは、女の子たちなんですが、バンドを組んで文化祭で演奏するんですけど、その直前ドラムの京子という女の子が、まあ仲のいい男の子が一人いて片思いなんですけど、まあもう傍から見てたら両思いなんですね。で、その直前に、ライブの直前にその子を告白するっていうので、もう決まりみたいになってる教室に呼び出すっていうところでシーンが終わって、次のライブのところに行くんですが、そこでその京子は一言どうだったってメンバーに聞かれた時に言えなかったって答えるんですね。で、このその言えないまま、もう分かってるのに言えないままライブになって演奏していくっていう姿がとってもパワーがあるんですね。非常にその頃に今でも僕は戻れる映画だなと思っているので、ちょっとキュンとしたい方はぜひ一度ご覧ください。